平日のみ販売していた県独自のプレミアム付き食事券、今日から土日祝日も大型商業施設などで購入できるようになりました。コロナ禍で厳しい経営状況にある飲食店を支援しようと、県は今年4月から1冊1万円で1万2000円分利用できる食事券を販売しています。これまで平日のみ郵便局で販売していましたが、休日の購入希望も多く寄せられたため、今日から土日祝日の販売を始めました。購入できるのは能登里山空港や大型商業施設など12カ所で、金沢市の香林坊台場は来月6日から始まります。県によると、先月末までにおよそ36万冊が販売され、残りおよそ39万冊が9月末まで販売されます。平日は仕事で食事券買うタイミングがなかったので、母親の誕生日が今度あるので、この食事券使ってごちそうしようかなと思ってます。なお、購入方法や販売時間などは飲食店応援食事券のホームページで確認してほしいということです。